違う、混乱。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。てことで、あれか、時間がなくなって初日に戻ったんやっけ。初日に戻ったね。ってことで、とりあえず今から、またちょっと、うるさいな。君のところに行きたかったわけではないんだ。そっか、あれか、海翼の翼で移動すればいいかな。オッケー、行きます。なんかリンクめっちゃ浮いとんやけど、プカプカ。じゃあね、ありがとう。さあ、挑みますか。あ、そう、どこかしらの線をなんか回したはずなんよね。え、どこの線回した、私。で、上に水がね、バーって出よったとは思うんやけど、そう、これが飛び越せんかったんよね。で、何かあるんじゃないかと思いよったんやけど、あ、はぐれ妖精。まあ、ただただ私が下手くそという可能性も、てかその可能性の方が高い気がするのよね。あれ、ん、はぐれ妖精今捕まえんかった。周りの幕割っただけ。なんかこの上でさ、ずっと立っとくことができないんだけど。あ、これでいける？あ、いけるやん。やったー！あんなに苦戦した前回の私はどこへ。やっぱ成長するんやな、やってない間に。そんなことある。なるほどね。さっきのでっかい水車はこれを動かすためのものなのね。これっていうのは、なんか下のぐるぐる回りよるやつ？でっかい洗濯機みたいやね。これは、あ、道があるのね。あ、あっち側になんか道があるね。とりあえずここに降りて、あ、そこにもなんかあったけど。いやー、あ、これは。助けてー。一応なんかその辺に通路が。お、はしご。これで上に戻れるんかな。あ、ここか。さっき私が見よった壺があったとこ。え、この壺は壊れないやつか。なるほど。んで、一旦ちょっとここ。はあ。いや、無理なんですけど。無理なんですけど、もうここで一回なんか落ち着くんか。あ、もしかしてフックショットは使えんか。何しにここに上がれるようになったんやろ。なんかどこかしら、これリンクの姿で落ちたら終わりやけどな。どこかしら、あそこ、え、私どっちから来たんやろ。ん？あそこになんかはしごあるな。なんか落ちた今。ちょっと待って待って。無理っすね。無理っすね。ね、なんかどっか捕まれるとこないんすか。止めてよ、かい。あ、なんかこっち側に降りられる。でもこっち登るとこないんよね。え、じゃあ結局ダメか。こっちからも、登って戻れますよ、的な。あっちから入ってきたんかな？なんかあそこの真下にも、はしごあったね。
に無理して飛ぶことなかったってことかな。行き渡し、へえ、乗れたー。ねえ、そこそこそこ、ちょっとで、どうやったらあそこに登れるの。え、どうやったら上がれるの。もしかしてここにもあれか。いや、下の方にも通路があるようには見えるんやけど、多分これ回転止めんとさすがに潜れんよね。潜れるんかな。あ、潜れるな。あとは潜って下の方行った方がいいんか。うわー、でもやっぱ下の方もめちゃくちゃ動くな。え、なんだ、ダンス踊ってんのかってぐらい。いや、キモいよー。助けてー、通路に入らせてー。あ、そこに入らせてください。なに、めっちゃ動くんですけど。まだ動くの、やめてよー。敵がいる。あ、動きが止まった。回転が止まったよ。あれ多分口開けてくれんと攻撃できんやつよね。水槽におったやつやない。ほら、まあ、近づかんかったら大丈夫かな。壺じゃなくってさ、体力回復したいんすよね、私。おいー、あの蜘蛛たちにやられたので。ここに上がれるのか。あ、浮けばいいのか。あ、これまた、ん、え、何今の。あ、ね、そこには入らせてくれないんすか。ここしか行けんのかな。なんかあの隙間から出てきたよね、今。ね、待って、そこに入りたいんですけど。あの赤いとこにしか入れんのかな。いけないっぽい。行ける場所は決まってんのか。ほら、ここはなんか行けるんよね、流れで。あ、ここで上に浮き上がればいいってことかな。わからんけど。ちょっと待って。一旦浮くね。なんか嬉しい、キモえい。なになに、タコ、イカ。うわ、痛い。うわ、キモ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょいと待ってくれ。これは、え、なに、どこ行ったの。どう攻撃する。痛いて。はっ。痛いのよ。ね、攻撃できないんですけど。普通にあれか。やめて、落ちる。攻撃ができないんですけど。あ、なんかここ上がれる。ん？へえ。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりした。爆弾のやつやん。こいつは上には上がってこねえのか。おいー。ねえ、あそこ鍵かかっとるよ、鍵。どこにあるの、鍵。どっかで鍵回収してこんといかんのやねん。え、持ってる？私もしかして。鍵を持ってないじゃない。ですよね。あそこなんか、なんだ？ちょっと待って、渡れるかな？あれあれ。なんなんやろこれ。回転するやつかと思ったけど違うんかな。渡れねー。
全く当たれねえ。どっかで鍵を、ん？もしかしてこれ経由で行ける？あ、これ経由で行けそうな。え、行けないな。上がれないな。上がれないじゃないか。どう？ちょ、マジでさ、攻撃ができないのよ。よし。ハートをくれって、ハートを。はっ。え、やっぱあの洗濯機みたいに回転しよるところを、で、なんか、せんといかんのやねん。いや、この状況で、や、いらないから。体力ないって。体力ないって。いやー、来ないでー。いや、来ないで、キモい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 。あ、口開いてないなと思ったら、あれか。後ろ向きに泳いできよったんか。え、近づいてる？近づいてないよね。待って、全然ちょっと。で、これでまたここから出るやん。マジでさ。なんかここ入ったけど。どこここ。何あれ。手じゃないのあれ。なんか壁から手生えとんやけど。キモ、私はさっきあそこ通ってこんかった？気のせい？いや、ここではないんか。ここよりさらに上か？ねえ、何あれ。なんか攻撃できる？歴史違反だよ。やっぱ手なんや。慎重にね、近づけすぎて捕まっても知らないわよ。待って。はあ。おお。待って。いけ。よしよしよし。んで、ここ入れる？今自分がどこにいるのかが全くわからねえよ。なんかカチカチ。いっぱいいるいっぱいいるはあ。跳ね返ってくるんですけど、周りに。なんで跳ね返ってくるの？ね、これもう下歩いてった方が早い？行き止まり？あ、違う、浮くのか、これ。扉あった。なんかこっちに葉っぱもあるな。渡っていける感じか？これどこに出るんやろ？なんかでかくね、あいつ。あんなもん？バイオデクババ。落ち着いてよく狙って、一発で倒さないと私知らないからね。何？一発で倒さんとなんかあるの？うわー、あんなところにもう何やった？デキシーハンドやっけ？全然違うかもしれん。あれ、上の葉っぱに乗ったら攻撃されるとかなんかな？うわー、こっちにもおるやん。待って、下の宝箱も取りたいんやけど。何あいつ、めっちゃ歩き回るやん。キモー。キモー。ちょっと待って、キモ超歩き回るやん。
これはさっきのあの植物のやつではないの？ねえ、なんかめちゃくちゃ歩き回り、キモえ、それしか出てこんけど、超キモいんですけど。え？うん、ギリギリ届かんやん。お。え？違う、混乱。めっちゃ混乱。え、ここっていける？なんかいけなさす。あ、いけた！イエーイ。地図とかください。地図とかください。お！よしよしよし。コンパスを見つけた。ダンジョン内に隠されたいろんなものの場所が分かった。ものの場所のみだけども。ここにあるオレンジのやつが下の宝箱かな。また別？よっ。とりあえず行くか。へへ、きっしょー。え、なんなん、君さっきからおったさ、あの植物のやつとはまた別？うえぇー！ねえ、なんなの君。地面に根を張らないタイプなの？ねえ、キモいんだけど。いやー、捕まった！ねえ、捕まったよ。ねえ、捕まったって。ギャー、ちょっと待って。助けて。でもなんかあれだな。体力は減らないんだけど。ちょっと待って、とりあえず倒して。注目が使えないんですけど。ね、注目できるときとできないときの差は何？ふやきもい、なんか虹で寄ってくる。キモい、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 キモい。なに？はぁ、あ。やっつけてないアップにならないで。ね、近くでの攻撃全然効かなくね、こいつ。ヒー！なんなん、こいつ、目あるやん。とてつもなく鳥肌が立っているのだけども、私。やだわ、マジで。昔のゼルダってなぜこんなにキモい敵がいっぱいいるの。え、なんなんこの壺、壊せんねやけど。マジでもう、ねえ。そりゃ昔の私、敵がキモすぎて、やらんくなるわ。あ、これ、小さな鍵を見つけた。鍵付きドアを開く鍵、ここでしか使えない。ふぅー。てか、矢よりもさ、あ、びっくりした。矢よりもさ、もっとハートを用意してほしいんだけど。そうそうそう、回復をしたいのよ。あ、そこになんか宝箱あるよ。ここさ、結構網網になっとるけど、いや、でもな、網網になっとったとてって感じか。ここいけんよね。あ、間違えた。いけねえな。くそ。何のマークなんやろ、あれ。どうやって入るんやろうな、あそこ。なんかあそこ、つららみたいなのある。え？あの向こうは冷気が漂ってんのか？寒いの？いけなさそうだな。とりあえず、ここめっちゃ流れある。え？ここは一体。あ、これ、元の場所じゃない？ねえ、そうやんね。
や待って、元の場所に出たいわけではなくてですね、ちょ潜って、私はあの鍵付きの扉があるところに行きたいのだけど、ここか。よし、行けた行けた。ふう、いやー、なんかここあれよね、めちゃくちゃ矢落とすよね。え、なんか後ろから出てきた。あ、復活したんか、そういうことか。そういえばこいつらフィールド上でもめちゃくちゃ復活するよね、短時間で。ウィーイ、くんな来んな。あ、なんだ、なんか中ボスか。さすがにまだボスではないやろ。何が出てくるの。え、何もいないけど。え、え、何、何も出てこないですけど。え、どうした。うわ、キモえ、キモ、ちょっと待ってあれをやっつけるのね。もう攻撃仕掛けてこんねやね。あれのための弓か。で、ひー、え、なるほど。ここからこう、い、ここから攻撃開始、うわいー、ここから攻撃開始するわけですね。あれで狙って終わりかと思ったのに、そんなわけないか。何これ、どうしたらいい。ちょっと一旦ヒントちょうだいよ。そうそうね、一旦ヒントちょうだいって。剥がれたよね、なんか剥がれたって。戻った。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これあれじゃない、消耗品よりさ、フックショットでも攻撃できるんじゃない。え、どうよ、ほら剥げたよ。これでさ、徐々に周りのやつ剥いでって最後本体攻撃するってことじゃない。え、まだなんかおった、そういうことやろ。じゃないとこれさ、何回でも、うい、ね、来いって。多分何回でも、あそこにさ、戻っていくんやろ。ほら、戻っていく。近い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 。え、何？戻った？ちょ、待って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 。待って待って待って、近い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 。フックショットの方がさ、あの近くに引き寄せれるけん近いって近くに引き寄せれるし、30回しか使えんとかそんなことないけんさ、いいよね。いけ。おーっと。いやー、なに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 、荒れてる荒れてる。一旦フォローになってもよきですか。転がりで対抗してやんよ。これはこの転がりが収まるまで何もできないんすか。なあ、体力減ったよ。
くわやったー、いけた。こっちの体力もめっちゃ危ういけど、ふえー、とりあえずゴロンで一発一発の攻撃の重さを出した。ふう、回復回復。んでここで氷の矢シーンにセットで弓矢が変化。敵は物を凍らせる。いろいろなところで試してみよう。物を凍らせる、これあれじゃない？水とかここ多いけんさ、なんか凍らせて渡る場所とかありそうな感じする。知らんけどなんかありそうじゃない？水流とかも凍らせれる。これどっちから入ってきた私？え？どっちから入ってきたも何も一箇所しかないんか。待って、魔力も回復したいな。さすがにね、魔力ゼロやったら多分氷の矢も使えんやろ。いいよ。ふぅ。マップが欲しいんですけど。どうすればいいんかな。氷の矢をゲットしましたけど、もうとりあえずゾーラになって、多分どこかしら凍らせるんだろうな。もう水中じゃ使えんもんね。一旦、はっ。あ、足場ができる。これ全部がピキピキピキって凍ることはないけど、足場ができるな。え、これはどれぐらいの間有効な感じ？え、永遠に出とる？じゃないね。あ、でも結構長い時間出とるね。へえ。なるほど、なるほど。この水場が全部凍るわけではないね。何をどうすればいいんだろうな。まあ、とりあえず今回は、一体、まあ、中ボス的なやつをやっつけたってことで、よし。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ふー、マップが欲しい。とにかく、コンパスもそうやけど、別に私、アイテム全拾いみたいなのしてないしな。